どうも、ヨハユシコです。今日はですね、モバイル版のレジェンズを7日間ログインするともらえるお船、ホンデアタン の、まあ、あの初期スペックを紹介していこうかなと思ってます。はい。では早速、オーバービューですね。複砲の射程が平均以上であると。高速修理、応急高速班の準備時間が短いが、使用可能な回数が限られている。この2つが、まあ、特徴になっているみたいですね。ホンデアタンはドイツ初の巡洋戦艦です。ナッサウ級戦艦と連携して運用するために設計されましたが、速力ではナッサウ級戦艦を大幅に上回り、装甲防御力もほぼ同等でしたというのが説明書きみたいです。同型艦1と、1910年の収益。なるほどね。ただね、アップグレード、はい、1個ですね。この3つから選べると。はい。で、ロードアウト。はい。回数制限があるってことなんで、応急工作班は3回となってますね。動作時間は10秒の準備時間40秒と。はい。修理班。毎秒189の回復。消耗品動作時間は28秒。準備時間は80秒の3回。で、強化型複砲照準機と、動作時間は30秒の準備時間160秒の数は3と。ではね、ちょっと仕様を見ていきましょう。高端性ですね。HP は38000と。装甲は10から 250mm の対水雷ダメージ軽減は 13%。はい、手法ですね。283mm4×2 となってます。射程は 13.5km、装填時間は23秒、180度旋回使用時間ですね、40秒と、HE 弾の最大ダメージは3200、火災発生率は 19%、AP 弾最大ダメージは7200、まあ、口径がね、ちょっとちっちゃいので、まあこんな感じかな。で、副砲ですね、88mm が 4×1 の 4.6km、4秒と。HE のダメージ、1000の火災発生率 4%。 もう一つですね、150mm の副砲 10×1 と、射程 4.6 の装填時間は 8.6、 HE 弾の最大ダメージ1800の火災発生率 10% と。で、耐久火力ですね、まあ、7.9mm の機銃と 88mm ってとこか、1キロと3キロ、まあ、低いですよね。機動性、最大速度は 27.5 ノット、旋回半径 600m、転打所要時間は 11.4 秒。で、隠蔽ですね。海面発見距離は 11.4 キロとなってます。まあ、こんな感じです。はい。じゃあね、ちょっと装甲を見ていきましょう。はい。そこ全体的にそんなに硬いってイメージじゃないですね。今パッと見ですけどもね、ナッサーより柔らかいんじゃないかな。はい。まず艦首ですね、16mm がね、上の方貼ってあるんでね、下も 16mm と、真ん中辺は80から120。ちょっとすんごい硬い部分があるのかな。200mm のところどこなんだろうな、真ん中あたりのこの辺かな、ちょっと見えづらいですけどね。はい、25mm と 16mm。上部構造物ですね。
真ん中はね、硬いんでね、ここでなんとか弾きたいですよね。バーベット走行50ミリの部分があると、バーベットハッチ50ミリ、手法ちょっと壊れやすいかもしれんすな。ここ薄いっすよね、この部分。全部16ミリなんでね、ここら辺は。バイタル、ちょっとティア4のでっかい口径のやつが出てくるときついですよね、かなりね、これね、きっとね。まあこのようになってます。これがモバイル版7日間ログインで、もらえるホンデアタンですね。まあ、最後にね、ちょっと走行に関してはナッサウが隣にあるので、ナッサウがね、まあ、こんな感じですと。ちょっと環境あたりの部分の形がね、似てるようで違うと。まあね、ナッサウとはちょっと別の船みたいですね。ではね、ホンデアターンの、まあ、初期スペック動画なのでね、ご視聴ありがとうございました。ということで、またね、バイバイ。